私はモーニング娘。を卒業していきますが、これからも歌い続け、みんなの前でみんなと一緒に毎日楽しく過ごしていけると信じてます。これからもこの公演が終わったら独り立ちしてしまう私と、これからもっともっと輝いて大きくなっていく私の本当にかけがえのない仲間、モーニング娘。をどうぞよろしくお願いします。かごちゃん、かごめっちゃ好きやで。かごも大好きなんで頑張りやな。また遊ぼうな。ありがとう。ありがとうございます。辻ちゃん実は辻は非常に私に暴力的なんですけど、それが可愛くてたまらない子でね、泣かないでね。頑張りや。またミニモニの歌歌ってな。エスワーも。とってもね、とってもね、楽しい子でね、可愛い子でね。エスワー大好きやで。中澤さんが亡くなっちゃうのは本当はすごく嫌だけど、でも中澤さんが卒業しても吉沢は頑張るので、中澤さんも頑張ってください。ありがとう。ありがとうございます。とっさん頑張ってるよな。頑張ってるのをすごい見ててわかるからさ。新しい高校生活も頑張ってな。応援してるからさな。ありがとう。ありがとうございました。石川は何かといえば私に突っ込まれる子だったんですけど、すごくね勉強熱心でね、努力してるところがすごく見えるから、そういうのをこれからも大事にね。本当に短い間でしたけどありがとうございました。ありがとう。かおり、はい、長い間ありがとうな。な、一番ね、かおりとなちとは長い付き合いになったけど、香織がずっと仲間やでって言ってくれた言葉私は忘れへんからさ。香織も頑張ってな。仲間やよずっと。ありがとう。ありがとう。好きやで。好き。かわいいな。矢口はね、中澤優子に出会えて本当に良かった。ありがとう、優ちゃん。こちらこそ。ありがとう、矢口。これからも仲良くしてね。なっちゃん、はいよ。
ありがとう、今まで。ありがとう。これからな、鬼ぐ娘頼むね。ゆうちゃんもね、うん、頑張ってね、うん、またメールするわ。ラジオファックスするわ。分かった、ありがとう。ありがとう。けいちゃん、はい、なんかけいちゃんにはいろいろ助けてもらったしね、すごくね、私はね、けいちゃんが歌ってるとことか踊ってるとこがすごい好き。だからね、それを磨いてかっこいい女になってください。ありがとう。ゆうちゃんとは3年間ずっと一緒にいて、ゆうちゃんはきっと大人数大所帯ですごいまとめていくの大変だったと思うけど、3年間本当にどうもありがとう。本当にもう本当に私の大好きなモーニング娘。をこれからも応援してください。そして中澤裕子も今後ともよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。